家電ゆべし家電ゆべしは薄く伸ばしたゆべし。生地の中央にコシあんを置き、三方をつまんで包み込み蒸し上げた和菓子あるいはゆべしの一種。あん入りのゆべし。福島県にある寒の屋が製造を販売している。東北地方ではゆずべしというとゆずは使用せず、くるみを入れた四角い餅菓子が一般的であるが、それらとは異なる形態である。福島県で 単に、ゆべしというとこちらを指す場合が多い。家電ゆべしをあん入り缶の矢の主力商品のゆべし。鶴が翼を広げた姿にも見える独特の形をしており、これは、三春上主の田村義明の祖先である、坂の上の田村麻呂が庭の単調鶴に育てられたという古事に由来する。通常の家電ゆべしは、腰案が包まれたものが販売されているが、春には、 家電湯べし、桜あん、初夏は家電湯べし抹茶あん入り、秋は家電湯べし栗入りあん、冬は家電湯べしゆず入りあんが販売されるほか、カ津山やマシオあん入りといった地域の名物を生かしたものも用意されている。1860年、菅野文介、城下町三春において、菅野屋の名で、ゆずべしの製造を始める。江戸末期の年に、城下町において、 菅野文介が菅野屋を名乗り家電湯べしの原型となる湯べし作りが始まったとされる菅野屋から公式サイトありがとうございます。